2021年4月28日水曜日、木村佳子の気になる銘柄です。ただいまの収録時刻はとっても遅くなりました。9時20分ですね。今日はこれからの株価の需給はどうなるか、明日お休みですので、ちょっとね、これから先の作戦を考えるデータを中心にお送りしてまいります。そしてやっぱりヤバイデン続報ということでお送りしてまいります。本日の動画構成は市場の動向、そして本日のテーマですね、そして気になる銘柄一つだけご案内という内容となっております。今見ていただいておりますのはゴールデンチャートの週足日経平均株価ですね。ちょっとドーム天井でこの後どうなるのか、ちょっと気になるところですね。そこでですね、トレンド線を引いてみますと、なおですね、この現状はこのような下値支持線の上に株価があるんですが、出来高が減ってきている点と、そしてまあなんとなくこう盛り下がってきたなというね、印象がありますね。なので今後ですね、この75日移動平均線をデッドクロスしてくるとちょっと調整足になってしまうかなというふうに思います。そしてですね、まあ今気にしているのは市場のこの FOMC ですね。 FOMC で何らかのこう文言が出てきて、まあ AI で読み込んでますからね、何か市場でプラスになるような話が出てくるのか、まあ待ち構えて、仕掛けてくる、そういうファンドもあると思いますので、テキストで AI で読み込んで何か使える材料はないかというね、そういう材料待ちですね。そして日銀はですね、一段と柔軟にした、上場投信 ETF ですね、こちらの買い入れについても年間12兆円枠は上限にメリハリをつけて行うとしまして、まあ、量的緩和の縮小など、緩和政策からの出口戦略は全く取ってないということを断言しましたので、まあ、FOMC 待ちという状況にあると思います。先週までのですね、外国人投資家の動向を見ていきますと、これ東証一部の状況なんですけども、外国人投資家はですね、まあ、若干売り越しですね。そして新興市場はもっと売り越してますので、まあ、連休明け日本のマーケットにどのような行動を取ってくるか、まあ、これから6月外資決算が控えてますので、まあ、思惑が持たれるところですね。さて、株価の需給は今後どうなるかね、なんですけども、今期の決算、今走ってる期ですね、4月緊急事態宣言、アメリカから帰ってすぐに菅さんが取った行動ですね、まあ、アメリカに言われてやってるんだと私は感じました。4月の緊急事態宣言がどう響くか、もちろんですね、決算に悪影響があると思います。3月末決算企業は9月を締めまして、中間決算とする会社が多いですよね。10月から11月の半期決算の内容の動向、そして、この9月に締めてみて、次の期ですね、次の期はどうなるかということの見通しはやっぱりどうしても保守的なものになると思いますので、まあ、やっぱり菅さんがアメリカから帰ってすぐやったこの緊急事態宣言、日本突出して決算よくするなよっていう圧力なのかなというふうにね、感じてしまいます。そして、来年のですね、東証市場改革ですね、プレミアム市場、スタンダード市場、そしてグロース市場で、持ち合い株の買い賞売りが出る可能性がありますよね。浮遊株、流動性を高めるための持ち合いの買い賞ということがあり得ますので、どうしても需給は緩む可能性がありますね。そして、バイデン政策が本格化してきますよね。富裕層、企業への増税が現実のものになってですね、株価の売り圧力になる可能性も十分考えたいですね。そして5月、突発的な災害は起こらないんでしょうか。例えばですね、昨日の月、満月が煌々と、夜の街を照らしてましたけれども、満月がさえざえと、この周囲を照らす時っていうのはね、私は東日本大震災の時のことを思い出すんですよね。あの時も月が怖いほど冴えてました。なので5月突発的な災害がないんかなということを気にしております。なので株の需給関係に目線を向ければ、これから先タイトになってくるか緩むかっていうと緩むんじゃないでしょうかね。ということは市場はある程度どこかでね、一服ないしは急激な突っ込みもあり得るんじゃないかなという用心はしておきたいなと思います。そしてやっぱりヤバイデン続報なんですけども、バイデン大統領、
トランプさんがあれほど警戒して中国の留学生が困るんだと、何しろね、いろいろ政治活動をしている社会人がですね、学生というね、隠れ蓑でアメリカの技術をどんどん取っているんだと、だから中国人留学生は困るんだということでですね、制限してましたね。ところがバイデン大統領、中国人留学生秋に渡米制限緩和します。これでですね、アメリカの技術がやっぱりね、この留学生という名に隠れた中国人の方たちに持ち帰られて、まあ、何しろね、中国の方はコピーするのが大変お上手、そしてコピーした上にさらに、その中国人ならではの器用さでもってですね、いろんなことを開発していく。そうするとやっぱりアメリカにとってみると、中国に負けないようにしなければいけないのに、もう中国に抜かれてしまうっていうことをね、やっぱりね、やばいですよ。なのでこのバイデン大統領の本質、この秋にも露呈するのではないでしょうか。さて、これから5月のね、作戦を考えていく上でですね、過去の5月相場どうだったか見ていきましょう。こちら2014年ですね、まあ、このようなボトムからですね、上がっていった、これは良かったですね。この時アベノミクスですもんね。そして、こんなアベノミクスの第2次第3次なんて言ってる頃はこんな状況でしたね。そしてこちらですね、2016年5月ちょっと下がってますよね、まあ、こんなコースだってね、過去あったわけです。そしてこちら、2017年こんな感じですね。まあ、オリンピックのためにいろいろ設備投資するんだということが、まだまだ本格的に続いてた時期ですよね。そして、こちらですね。2018年、トランプさんが中国に対して厳しい政策を取っていくというような時でしたね。ちょっと揉み合ってましたね。そしてですね、2019年、こんな足取りだった。この夏に向けて下がっていきましたよね。そして、この2020年、あのね、ショックから急激に立ち直ってきたわけですけども、ここでさあ過去のどのパターンになるかということでですね、まあバイデンさんの本質がこれからね、どんどん明らかになってくると思うんで、やっぱりジャパンパッシングじゃないでしょうか。バイデンさんは中国ともともといろいろな関わりがあった方ですので、これから本領発揮となりますと、まあ、議会とバイデンさんの本質的な政策、ダブルスタンダードでですね、日本を安固にしてうまくやっていこうとする傾向が出てくる可能性が十分あると思いますね。それを因果含められて帰ってきた菅さんが取った緊急事態宣言、やっぱりなんかね、日本をちょっとね、安固にして米中で美味しいところを取っていき、そしてどちらが勝つか、議会とそしてバイデンさんの本質、ダブルスタンダード、大事なところをギュッと握られているバイデンさん、まあ陰に隠れて中国人留学生を秋にも緩和するというところが、なんかバイデンさんの本質的な政策なのかなというふうに思いますね。さて、1週間の銘柄振り返りをしておきたいと思います。これからね、月間を作るんですけども、まずね、これ今日水曜日、そして先週の水曜日までの銘柄ですね、1233ですね。そしてコメントいただいた銘柄ですけども、ファブリカコミュニケーションズ、そして5ですね、6789101110個上げたわけですけども、まあ連休前ということもありまして、今のところ結果が出せているのがですね、まあちょっとだけ上がりましたね、日本電気ガラス、そしてファブリカ、いい調子ですね。コメントいただいた方の助けを借りまして、このファブリカ研究させていただきまして、大変ね、面白いなということで、まあ、ちょっと展開してますね。で、私はこの内外テック、引き続きいいなと思ってます。テルモもね、中外製薬なんか買ってみたいなと思ってますね。治療薬の方ですね。そしてポピンズですね。そしてロングライフちょっと調整してしまいましたけど、まあ時々ね、難しい相場の時に動く銘柄ですね。そして東京ケーキ、まだまだこれね、沈潜してます。静かな動きですけどね、動き出したら面白いと思いますね。そしてアルインコさん、そしてトレックス、
セミコンダクターですね、6616。みんなね、ちょっと自分にもし資金があったらね、買ってみたい銘柄ですので、引き続き、研究していきたいと思います。まあ連休の前ということもありますので、あまり動きがない、あるいはちょっと調整してるのもありますけども、心配してないので、引き続き見ていきたいと思います。今日はですね、このテスホールディングス、上場したばっかりですけれども、ね、面白いと思います。エネルギーの関連企業ですね。昨日上場の5074東証一部テスホールディングス、再生可能エネルギー発電所の開発、売電、小売電気事業、そしてですね、省エネ対策、各種環境対策の設計調達、施工オペレーション、そしてメンテナンスも手掛けている、コード番号5074テスホールディングス、オープニング1700円の公募価格に対しまして2010円、おとなしいで、滑り出しでしたね。そして高いところは2147円、安いところは1891円、そして引け値は2062円ですね。ひげの高いところは掴まずに、上手に再生エネルギー関連銘柄と付き合っていきたいですね。明日はお休みですけれども、久々に経済都市伝説をお届けしたいと思います。連休中は経済都市伝説、月刊木村よしこをアップしていきますので、ぜひご覧くださいね。それでは良い一日をお過ごしください。また明日、都市伝説でお目にかかりましょう。皆様、いつもご視聴ありがとうございます。評価ボタンを押していただくと動画を作る時のヒントになります。またですね、コメントをお寄せください。皆様がどのようなことをお考えになっているか知ることができるととても嬉しいです。またですね、チャンネル登録をいただきますと励みになりますので、よかったらお願いいたします。それでは引き続きぜひこの動画とお付き合いくださいね。また様々研究してお届けしてまいります。